北端から望む高野市街地クリップ、高野市盆地の位置と周辺の地形名高野市盆地は、秋田県北部、米城川の中流部にある断層盆地。白上山地と太平山地の間にあり、標高は東部で約30メートル、西部では19メートル、面積は約230平方キロメートル。盆地の東には、大館盆地、西には、 の代平野がそれぞれ位置する。北秋田市高野市周辺が、中心集落で、国道7号、国道105号、国道285号、秋田自動車道が通り、JR 大本線高野市駅、秋田内陸線高野市駅の南側に、商店街、金融機関、医療機関、市役所などの公共施設が集積し、市街地を形成している。南部の大野台には、 工業団地、北秋田市民病院、秋田県立北欧の森公園や、大館の城空港、国指定史跡の伊勢道線遺跡がある。また、西端野の野城市二津井町、麻生下田平から、南端の北秋田市カツの兄川沿いに、市街地、集落が点在している。高野スボン地はかつて湖で、古高須湖と呼ばれている。七座丘陵の流木や陥没と作部で、 大量の水を流せないほどの大洪水や土砂の沈降、堆積によって徐々に形成された。クルミカ埋没建物遺跡や昇つた埋没家屋遺跡などから、盆地内は洪水氾濫を繰り返していたことがわかる。盆地の北部は米城川、南部は阿川による中石平野、火山埋葬による断球地形や大地などが見られ、 大野台という鉱石台地がある。海から離れた内陸性気候で年間の気温はマイナス摂氏4度から摂氏28度に変化。夏の最高気温記録は8月の摂氏38.5度。冬の最低気温記録は2月のマイナス摂氏17.8度。月最新積雪は2月の131センチメートル。年間降水量は1673ミ、mm、リメートル。 温暖気候での活動に適した時期は、6月中旬から9月中旬まで。農業は稲作が中心で、林業も盛んである。南部の大野台は畑作がある地で、落農も行われている。珪藻土、パーライト、山の芋、シシ唐辛子などの特産品がある。ありがとうございます。